さて、今日こそは。ふん、危ねえ。登ろうぜ。で、いいよ。おっと、また昨日と同じか。でもね、ここだと思うんだよ。登り方は間違ってないはず。こっから、えい。お、いいじゃない。え、何？山を登るたびに？エロい犬？ニーチェもエロいな。そういう趣味があったのか。獣アメ。獣アニーチェ。時を超えてこんなに風評被害があるとは、ニーチェも思っていなかったろう。で、いいよ。もうちょい端っこに。しまった。それか少し、うん、違うな。ほっ、アップ。ステップしよう。すか。I'm gonna let you be for a little bit. ナレーションちょっとなんか困ってんじゃないか。なんか今トーンがあーんって感じだったぞ。お、ちょっといい感じ。少し成長してきた。あー違うな。振り上げかな、やっぱ。もちろんツーンジャンプじゃ届かない。でマイク感度を昨日よりちょっと落としてみた。あー、もうちょい速い方がいいかな。感度高い方がちょっとの振りで勢いがつくから。ただそれはモロハの剣でもあるだろうから。よしよし。おっと。そっちに登っちゃいかんよ。どこにぶつかった今。ひよっ、あ、下すらつけなかった。つくう。乗っちゃダメよ。よーし。あーい、惜しい。上の反動かな。上というか上下の反動がいいかな。回転でぐるーんといくより。一回ここに引っかかって引っ掛けて、で、さらに、あー、違う、登っちゃダメだよな。それか、こっから、ダメだ、思った通りに動けない。ツンジャンプを経て、さらに上に上昇するか。なんか子供たちの声みたいのが聞こえるね。どっかにいるの？違うな。これ、動物の声か。動物というか、生物の。あれ？さっき登れたのに。ツン、違う。ツンとして。ツンとしてしぐれ。からのジャンプがいいかな。そしたら、つーんで、ちょっと待って、はい、しかしここはやっておかなくてはいけない。はい、RTA と違ってタイムは気にすることない。何回かは登れてるから不可能ではないのは分かっている。感度ちょっと変えようかな。やっぱ少し上げるか。ちょい変え。
よ。ああ、振り上げは早くなった。要所要所で変えるのもありかな。タイムを気にしないなら。よっ。ピキッ。ちょっとこのハンマーで叩き割ってやりたいな、いろんなところ。いいよ。ほっ、まずいぞ、このままだと左に行っちゃう。あー惜しい。よし、あー違う、感触は良かったんだ。感動良好で5-2-4したい。あー、ちょっと可愛く小ジャンプしちゃったじゃないか。乗って、おっと、これ左行くのも怖えんだけどさ。あっちはあっちで怖いんだぞ。ちょっと待って、よい、あつーんつーん、ちょっと反動が欲しい。反動は必要なのか。いいよ、ダメだこりゃー。もうあと1分しかない。ちょっとこっち行ってみる？あ、1分じゃないや。これは時計だ。ほーら怖い。今また全身の毛がゾワっていったぞ。こっち行くのも怖いじゃねえか、まったく。あぶねえ。あ、うう、そのうう言うのをやめなさい。ん、危ねえ。うん、ちょっともう一回チャレンジ。あ、くそ、恐怖を乗り越えたらちょっと成長してるかなと思ったけど。危ねえ。ちゃんと引っかかるところに。ああ、ハンマーを引っ掛けたいんだが、よっ、ああ、ついちゃう。つくうしないで。止まって、ああ、逆向き行きたかった。ほらな、ほら落ちるだろう。ショートカットした方がいいよ、あれは。よいしょ、大丈夫、戻れる。こっから何度も戻ってきたから。ただいま。ああ、ナレーション一番下まで行かないと。慰めのナレーションはしてくれないのかい。うん、おっと、ああ、しゃ勇者。おっと、しかしもうここのイップスはなくなった。よっ、よっと、引き寄せて、すちょっとほっともっと、おーっと、カリカリ、おーっと、またここの
床削りが楽しい床削りが始まっちゃうぞ。今日はここまでだ。